はい、どうも皆様、こんにちは、まりーです。はい、お久しぶりですね。もう2日3日ぶりぐらいなんですけど。はい、ということで、あの、ミッションのタスクが足りないんですけど、実況やっていこうと思います。はい。では、まずラビリンスからやっていきましょう。皆さん、今日で協力戦多分最後でしたね。多分今日が最後のはずなんですよ。はい。にほちゃんだけさ、桁が1桁違うんだよね。 じゃあ1桁多いかかっけえ次行きましょうなんかさあのさっきね中国語教室行ってきてさっき帰ってきてなんかさっきキウイ食べてそれで今実況してるんですけどまあキウイ食べたっていう情報はいらないんですけどなんか中国語教室行く時にいつも電車乗るんですけどなんかね あの、人身事故とかいろいろあって、人身事故なのかなわかんないんですけど、なんかね、電車が遅れて、で、その後さらになんか、体調悪い人出てきたから、それでさらになんか、ずっと待ってたんですよ。でも途中で、あ僕30分、6時半からなんですけど、いつも。で、なんか6時半に間に合わないなと思って、なんか電話かなと思ったんですけど、自分なんか電話かける勇気ないんですよ。なんか、電話嫌いなのかなんか <laughs> 自分めちゃくちゃ電話嫌いで、なんかほんまに友達と電話するのも嫌いで、嫌い嫌いってわけじゃない。なんか苦手なんですよね、とにかく。で、なんか、いつも私、間違い電話なんじゃないかなと思って、あの、4コール目まで待って、それでも切れなかったら出ます。はい。<laughs> まあ、クソどうでもいい話なん、話だったんですけど、なんか、 本当に、めちゃくちゃしょうもない今何分くらい潰したんだろう ?2 分も潰しちゃった。ちょ,へい <laughs> ちょっと、やばいな。なんかさ、滑舌、滑舌悪いのにさ、勢いに乗せて、ブラブラって喋るからさ、もう、ちょっとやばいな。あの、口元が追いついてないんですよ。あの、なんて言うんだろうな。あの、 脳の回転は速いんですけど、口の回転、口の回転っていうのが、<laughs> 口の動きがすごいとろいんで、なんかペラペラペラって喋ってんのに対して、じゃあ、あの、ペラペラペラって考えるうーん、なんか <laughs>、脳をフル,フル回転させて、なんか、うん、回してんのに対して、なんか口は全然なんか開かないから、なんか、何言ってるかわかんないですみたいな。 あどうでもいいんですけど、ニホちゃんの衣装めっちゃ可愛くないですかちょっとお気に入りなんですよね、今の衣装。そ、ね、いいいういえばですね、なんか、私事なんですけど、なんか、昨日から、なんかまあ、一昨日はラーメン食べちゃったんでできなかったんですけど、ダイエット始めまして、 なんか私毎年ね、この季節になると、あの、春休み入るとね、絶対ダイエット始めるんですよ。なんでかっていうとなんか、うちの学校ね、なんか、4月、まあ、どこの学校もそうだと思うんですけど、なんか、体重測定あるじゃないですか。あ、身体測定か。なんでなんか、もう身長は諦めてるんですけど、なんか体重だけでも減らしてやろうぜと思って、毎回たったの2週間でね、あの、 たったの1キロをね減らそうっていうね謎の計画立ててるんですけどなぜか毎回うまくいかないんですよなんでですかね <laughs> でもなんかうちのねマザーはねなんかあの飯食え飯食えっていう人なんであの一日のカロリーをね全然制限できないんですよねまあそれはしょうがないんですけどね美味しいご飯食べさせてもらってんで。 でもやっぱりあれですよね。なんか、年頃の女の子ってこういう気持ちなんでしょうね <laughs>。はいなな。なんか言ってることよくわかんないんですけど。なんか、あれですよね。おしゃべりにおいて、実況とかにおいてさ、一番危険なのって、なんかそのメインの実況者がさ、あの、自分自身が何言ってるかわかんないのが一番危険な状態だと思うんですよね。だって、あれじゃないですか。なんか、 話し手がさなんか自分の言ってることわかんないのに相手がさ自分のその実況者の言ってることわかるはずないじゃないですかまあそういうこと <laughs> はいさあ仕掛けるわよ なんかそういえばさっきの話の続きなんですけどなんか、昨日何食べたんだろうなあのー、朝昼食べなくて、まあ、多分それが一番アカンダイエットやと思うんですけどでなんか晩ご飯だけ食べたんですよなんかお米となんだっけ <laughs> なんだっけあそうあのなんかちょっとミニ牛丼みたいなのとあとなんだあのなんか豚汁みたいなやつに なんか豆腐と豚肉入れたやつあ豚汁か <laughs> あそっかそれが豚汁なんだ何言ってんだろうでなんかで今日は朝イチゴ一粒食べてなんか歩いてスーパーまで行ってで運動したじゃないですかそこででなんか昼ごはんを買ってで昼ごはんにバナナ一本とりんご一個と あと、野菜ジュースちょっと飲んで、あと、謎にキムチを添えて食べたんですよ <laughs>。なんか、すごい微妙な組み合わせやと思いません。で、その後ね、なぜか知らないんですけど、お腹壊したんですよ。私、野菜ジュース飲むとよくお腹壊すんですけど、か原因がなんか、あ、そう、私、辛いもの食べてもお腹痛めるんで、か原因が野菜ジュースなのか、キムチなのか、どっちかわからないみたいな状態で、今日ちょっとお腹痛かったんですけども、だいぶきつかったです。はい。 あでも教室行くまでに調子直ったんでよかったんですけどかわいいな <laughs> ちょっと飛ばそうもうなんかおしゃべりに7分使っちゃったしね全然実況してないんだけどね今日ちょっともうこれでもう気を抜いて、うん、今日はねなんかしゃべりたいこといっぱいあったからうん わすごいもうこんなに削ってくださってるもう皆様本当にありがとうございますちょっとあの救援要請受けたまりたいんですけどあの実況中なのであまり必要以上に人の名前を出したくないなんかちょっと今音バグんなかった気のせいですかねなんか自分だけですか,だからブツッってなったんですけど今 いきなり何喋ったりか分かんなくなっちゃった。はい。どうしよっか。何するミッションしましょう。なんか、おぼりをフレンドさんに任せて、なんか自分はなんか違うミッションやってるって、なんかすごい申し訳ない気持ちになりますね、これ。 クリティから多いな今日ちょっともう今日は11時ぐらいにたいなうん何しよっか何もすることないなマルームなんかアレンジするか 機能的な部屋かでもなんか機能的な部屋ってどんな感じなんですかね私よくわかんないんですよどうしよううーんこれでもありかなお節は違うよなでもクリスマスも違うしな私 めっちゃ好きなんですよね <laughs> なんかすごいさなんか統一性はあるんだけどさなんかあまり面白みのない部屋になってしまってる気がするもうほんまに私オブリューめっちゃ好きなんですよなんであのマグカップも。 ポスターももぶりで行きます。はい。どうしようかなもうそろそろ終わりましょう。はい。10分いってるかなはい。10分いってなかったけど、あ、もういったか。いったね。はい、じゃあもう皆様、今回これで終わります。はい。協力戦皆様、残りあと少しですけど、頑張りましょう。頑張りましょう。<laughs> なんか今めっちゃインドネーションおかしかった。<laughs> はい。はい、ということで、バイバイ。あ、チャンネル登録と高評価よろしくね。